結婚っていうものが、やっぱり家と家のものだっていうことを、もう少しちゃんと認識した方がいいってことですよね。当然、だから長男の嫁とかね、そういうの、今21世紀だよみたいな時だってあるわけですよ。だからそれも含めてちゃんと、今一度ね、裏書き読まないと、どういう人と付き合うかってことだと思うんですよね。だから、その今の環境が感情を表現できないってことに対して窮屈さを感じるのか、それはそれで日本の文化だから、これはこれで習慣に従っておこうと思うのかってことじゃないでしょうか。皆さん、こんにちは。本田健の人生相談、ディア健ナビゲーターの小林まどかです。健さん、今週もよろしくお願いいたしまはい、す。こんにちは。お願いします。健さん、なんか今回私たちあれですね、図らずもこうワインカラーの感じですね、お互いに本ね。当、なんかペアルックで嬉しい。ね。さてさて、もう早いもので2023年、これ12月1週目の配信の回なんですけれどもね。はい。ケンさんに最新刊についてちょっと伺おうと思いまして、はい。10月の終わりですよね。ケンさんの書き下ろしの最新刊、今お金について知っておきたい6つの教えが、絆出版より、発売されたということで、このお話を伺っていこうと思うんですけれども、はい。改めてこの新刊の内容について簡単にまず教えていただけますか？はい。これはね、僕は2024年は、多くの人にとって今まで体験したことないようなお金の大きな変化がやってくると思ってるんです。で、その時に武田和平さんが、個人投資家で有名だった武田和平さんがずっと言われてたのは、これからの変化でね、苦しむのは一般庶民でお金がない人でね、そのお金のことを全く考えてたことがない人が苦しむがねっていうふうにすごく心痛められてたんですよ。なので僕の中ではやっぱり今このタイミングでお金についてこれだけ最低限知っておいてくださいよっていうのを、6つにまとめた、そういう本なんですよね。ケンさん、和平さんって亡くなられたのってもう3年くらい前でしたっいやいや、け？もう、7回忌はそろそろだから結構な時間ですよね。もう6、7年ですね。そうですか。じゃあ、はい。その当時から、このそれこそ世の中のこの2024年以降のそういうお金のことっていうのは、当時から和平さんはお話しされてたんですか？まあ、というか今の資本主義が行き着くところまで行き着いた後に、そのいろんな大混乱が起きるだろうって話はされてたんですよね。はい。じゃあ、そういう意味で、改めてこのタイミングで、こういうことについて、お金について書こうっていうふうに、健さんも思われてたんですか？そうですね。なのでそういうふうなタイミングでね、やっぱりお金ってどういうものなのかとかっていうのは、ほとんどの人たちは、その毎月お給料もらって、あるいは旦那さんがお給料もらってきて、その中でやりくりして、できたら節約して、まあ、つつましやかにちょっと贅沢してみたいな生き方をしてると思うんですよ。で、そういう生き方じゃなくて、もっと違う生き方もありえるし、お金についてよく知ってないと、お金のそのエネルギーでね、心配したりとかイライラしたりだとか、怒ったりだとか、夫婦喧嘩したり、お子さんのこと怒ってしまったりだとか、そういうふうにならないように、お金のことをよく知っておいてくださいねっていう本なんです。ケンさん、これまでもお金についてのテーマの本というのはいろいろ書かれてますけれども、改めて今回の本はどういう方たちに読んでほしいっていう思いがありますか？これはね、そのお金についてあんまり考えたことがない人、そのなんとなくお金は大事だよって思ってるけど、ですごい借金を抱えるわけでもなく、かといってすごい贅沢をするわけでもなく、つつましやかに生きてるような人たちに、そのもうちょっと今のタイミングで、その今の貯金をどうするかとか、なんか今までみたいに普通に貯金してたら安全ってわけじゃないので、それをちゃんと分かっといてくださいねっていう、そういうメッセージですね。なんかちょっとこう聞いてるとドキドキしちゃいますけれど、この本の帯に、お金は逃げない、お金から逃げてきたのはあなただっていうふうに書いてあっ て、そうでなんすかこね。れは、ケンさんが、このちょっとね、読んでると、ドキッてしちゃうような、このフレーズですけれども、ケンはい。さん、これも考えられたんですか？そうですね。これはね、友人の石井隆さんが考えてつけてくれたんですけど、なかなか本当その通りだと思いますよね。やっぱり僕たちってずっとお金から逃げ回ってて、なかなか正面切ってお金と向き合うことってないと思うんですよ。で、その
でも例えば留学しようとか独立しようとか、なんか転機になった時にはお金ってすごく大切で、はい、でお金が理由で独立できない、留学しようと思うけどなかなか踏ん切りがつかないとか、まあ、お金がそもそもないからそういうことができないって考えがちじゃないですか、はい、だから今のこのタイミングでお金について考えてみたらどうですかっていう提案の本なんですよね。まあ、そういう意味ではだからその万人に必要なテーマですよね。そうですね、お金持ちの人もそうだし、お金が全くない人とか借金抱えてる人もみんなに読んでほしいですね。はい、ということで今回の健さんのこの書き下ろしの新刊、今お金について知っておきたい6つの教えなんですが、全国の書店またオンライン書店で販売されていますので、ぜひチェックしてみてください。またこの新刊をね、読んだ感想というのも、このよかったら YouTube のディアケンのコメント欄で、お送りいただけたらなと思います。ということでディアケン、今回も最後までお楽しみください。健さんよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームワイコさんです。もうすぐ入籍をする予定なのですが、旦那さん側の実家が昔ながらの地域の風習を大事にする家庭で、結婚式や入籍後の段取りをいつの間にかびっしり立てています。個人的には結婚式はしなくていいと考えているので、正直しんどいです。相手と結婚できること自体は幸せなのに、こうした細々とした対応が辛いです。この状況をどう向き合っていけばいいでしょうか、っていうことなんですよ。はい、まあ、これはね、結婚っていうものがやっぱり家と家のものだっていうことをもう少しちゃんと認識した方がいいってことですよね。個人じゃないんですよね、当人同士じゃないんですよね。そうそうそう、うん、だから同棲してる時とかまたちょっと違ってくるわけで、はい、で当然だから長男の嫁とかね、そういうのは今21世紀だよみたいな時だってあるわけですよ、はい、いやそれは特にそういう風な人であれば、そう、そういうの全く関係ない家庭の人であればいいと思うんですけど、そういうふうな人のっていうのはパッケージでついてきてるわけです、お母さんとか田舎とかが。そうですね、だからそれも含めてちゃんと今一度ね、ちゃんとその裏書き読まないと、そのこの人と結婚するってことは田舎とお母さんといろんなしきたりがついてくる可能性がありますっていう注意書きがちゃんとあったわけで、でそれを読み飛ばしてただけの話でね、だからまずそれがあるっていうことと、あとそれがずっとそのあるわけじゃないじゃないですか。結婚式の時だけ行けばいいわけだから、はい、とりあえずは。そうですね。うん。だからまあ、僕ならなんか海外留学生のような気持ちでそれに取り組むかな。へえ、そんな風習が今あるんだ、みたいなのをある程度やり過ごせば、うん、なんか面白いネタとしてね、うん。もうだってあと10年、20年でそんな習慣とかなくなっちゃうかもしれませんよ。そうですね。うん、だからなるほどって、そんな毎週やるの大変ですけどね。だからそういうこう外国から来たなんかこうジャーナリストみたいな気持ちで体験するのもありじゃないでしょうかね。ねえ、そういうのがわあ重いなとかめんどくさいなって思っちゃうと全部がそういうふうに感じちゃいますもんね。そうですね。はい、ということで、ワイコさんからの質問でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続いてラジオネームお米さんです。ケンさんこんにちは。こんにちは。アメリカへ1年ほど留学したとき、現地の友人に、あなたはいつも感情を閉じ込めているね。もっと自分が感じていることをオープンにするべきだと言われました。そのとき自分の心が軽くなって、自分の感情をもっと素直にさらけ出していいんだと思いました。しかし日本でまた暮らすようになってから、自分の意見をはっきりと発言するのは結構怖いなと改めて感じました。もっと自分の気持ちを素直に表現できるようになるにはどうしたらいいでしょうか。まあこれはね、そのどういう人と付き合うかってことだと思うんですよね。はい。だからそのまあ文化というよりは、日本だって例えば僕は別に感情隠して生活してるわけじゃないし、その日本だって環境を選べればそういうふうに生きることもできると思うんです。はい。だからその今の環境が感情を表現できないってことに対して窮屈さを感じるのか、それはそれで日本の文化だからこれをこれで習慣に従っておこうと思うのかってことじゃないでしょうか。ケンさんはどうですか。このもちろん今
健さんのこの日本の環境もきっとそんなにもうね、健さんが居やすい環境だとは思うんですが、うん、もっとこう前に遡った時に、例えば学生時代とか留学とかっていう風にした時に、海外でいろいろこう、それこそアメリカンナイズドをされてきて、帰ってきて、やはりその日本とのギャップみたいな感じで、感じたことっていうのはなかったですか？ありましたね。だから逆に言うと、僕はそういうふうなことを表現できる環境を自分で作ろうと思いましたね。日本の中でも。そう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 。だからその日本の普通の日本企業に入りたいとは全然思わなかったんですよ。ああ。そうかといって外資系に入りたいわけでもなかったから。へえ。そういった意味で自分の独自の道を生きようっていうふうに思ったんですけど。ええ。まあ、自分の環境をね、自分で整えていくってことも結構大事ですからね。うん、そうですね。から今の職場で感情をこう抑圧して生きるというよりは、今の職場の中でもある程度自分の感情を表現できるような、そういうところを見つけたらどうでしょうかね。はい、でということで、ラジオネームお米さんからの質問でした。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。以上、人生相談のコーナーでした。続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からの特別な一冊です。ラジオネーム藤子さん、私のおすすめ本は為末大さんの熟達論、人はいつまでも学び成長できるという本です。成功や失敗のリアクションが大きい人ほど諦める傾向にあるという話はとても納得できました。目標に向けて継続するためにはどう過ごせばいいのかというヒントをくれる本でした、ということでお送りいただきました。さあ、そして健さんが選ばれた一冊何でしょうか？はい、まったりしながら引き寄せるこうちゃんという方が書かれた本です。はい、この本の帯は、本田健史推薦っていうふうに大きく書かれているんですけれども、はい、つまり、この作家のこうちゃんとは、健様もお知り合いでいらっしゃるんですか？そうです、そうです。エイブラハムのね、エイブラハム・ヒックスの引き寄せの法則の翻訳でずっとお世話になった、こうちゃんなんですけど、YouTube チャンネルでも結構ね、活躍していて、で、その彼が、こう、今回、こうなんて言うんでしょう、こうガッと引き寄せるっていうのは、こうなんかあんまり努力せずにこうダラーみたいな感じで引き寄せるみたいな、まったり引き寄せるっていうのはね、なかなか面白い。努力不要の引き寄せ論だから、頑張って引き寄せるんじゃないっていう、はい、そういうふうな感じで書かれてる本で、引き寄せの好きな方にはぜひ読んでもらいたい本ですね。はい、ありがとうございます。皆さんぜひこちらの一冊もチェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。リアケンアットマーク ioffice.com までお送りください。以上、ハッピーライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いいたします。自分に欠けているものを嘆くのではなく、自分の手元にあるもので大いに楽しむことこそ賢者である。エピクテトス。Cheeky.